ハンジ・フリップの魔改造計画にまさかのドイツ王者から大物参戦する可能性。バルセロナがレバークーゼンのジェレミー・フリンポンにオファーを出しました。なんかの冗談だろ、フリンポンがバルセロナに？おそらく彼自身が一番驚いているよ。ははは、面白い。いずれ彼にはマドリーからオファーが届くというのにバルセロナに行くわけない。アロンソからハンジ・フリップへ、彼は全てを失う。アウベストで4部に聞いてみましょう。バルセロナに行くべきか断るべきか、答えは誰でも知っている。そうですね、この遺跡が実現する確率は2でしょう。フリンポンがアダマトラオレに変わります。今頃カンセロは涙を流しているよ。そしてこう告げる、私はここを去る。バルセロナのお財布は空だが、キャビアを購入しようとしている。さあ誰にお金を借りましょう。バルセロナが彼に支払えるのはせいぜい年俸1000ユーロくらいだろう。フリンポンにメリットがありません。キャビアと引き換えの筋肉を得る。